鋼鉄の時代は、イギリスの SF テレビドラマ、ドクター・フーのシリーズ2第6話。2006年5月20日に BBC1 で、初放送され、5月13日に放送された、サイバーマン襲来に続いて二部作をなす。舞台は、パラレルワールドのロンドンである。本作では、ジョン・ルーミックが、イギリス政府に圧力をかけて、ロンドンを制圧する。人間側レジスタンスは、 ロンドンの民衆を支配するルーミックの送信機を破壊することで人間をサイバーマンへアップグレードする彼の計画を阻もうとする。本作は2005年のリバイバル以降サイバーマンを取り上げた初めてのドクター風のエピソードであった。アンドリュー・ヘイデン・スミスとのインタビューによると記者会見でラッセル・ティデイビスはリッキーとジェイクが当初は同性愛者としていいとされていたとコメントした。 完全版シリーズ2ボックスセットに収録された、削除シーンではその様子が描写されている。本作は、サイバーマン襲来とともに、シリーズ2のフィナーレ、嵐の到来、永遠の別れと同じ制作ブロックで制作され、ロケは、カーディフ湾のマウント・スチュアート・スクエアと、コール・エクスチェンジで行われた。私サイバー工場が崩壊するシーンには、マネキン・ウォーズから、特に、 ネスティーン式体の破壊のフィルムが再利用された。ピートは、リッキーらをスクービードゥーと彼のギャングと呼び、彼らの番をミステリーマシンと比較した。コメンタリーで、ノエル・クラークが述べたところによると、ミッキーがローズに電話で、I am coming to get you? と告げる場面は、バットウルフのクライマックスでのローズへの9代目ドクターの言葉を反映している。 当夜の平均視聴者数は685万人で、最高値は770万人であった。最終数値は763万人に達した。視聴者評価指数は86を記録した。日本では NHKBS2 で2007年1月23日に、NHK 教育で2008年1月15日に放送された。2011年3月26日には、 ララ TV で放送された。本作は通常版 DVD として、サイバーマン襲来及びテレビの中に住む女と共にリリースされた。後に完全版シリーズにボックスセットとサイバーマンコレクションでもリリースされた。イグンのアフサンハクは、鋼鉄の時代に10段階評価で7.9を与え、ミッキーが自立したことを称賛した。しかし、彼は本作が、 ポップコーンエピソードとして機能したと述べ、サイバーマンのストーリーは衰えていて型通りであり、感情をめぐるドクターとルーミックの会話は SF で一般にカバーされるものであるとした。SFX のニック・セッチ・フィールドは二部作を肯定的に評価し、サイバーマンとパラレルワールドにイマジネーションと脅威をもたらしたと感じた、ハーパーの監督技術を強調した。しかし、彼は、 繊細なテナントの演技には、ロジャーロイドパックの演技は、過剰すぎると感じ、不快なほどに二次元的だとした。ありがとうございます。